はいどうも。相変わらず、相次ぐ政治資金収支報告書の違反ですけども、ついに岸田総理も、まあ、数々のね、領収書の、記載義務、履行、不履行によるですね、政治基金、えー、規制法こちらの方の違反ですよね。まあでもいろいろ認めたあげくあ、もう厳重に事務所の方には注意したんで終わりです、みたいな感じで、違法行為をしておきながらね、 罪に問われないといとうねまさに上級国民さながらでございます我々はこういうことは許されずに即逮捕即罰金即追徴みたいな感じで支配されてますけども一体、この岸田総理誰のための仕事をしてるんでしょうかね。